横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の浜口、対するジャイアンツの先発は右の櫻井、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の櫻井マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは梶谷、投げた低め外角ストライク、タイミング合いません。投げました、打った、ファール。第4球を投げました、外角低め、見逃し三振。3回の表、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは岸田、投げました、打ちました、初球打ち、ヒット、センターからセカンドへ、岸田ツーベースヒット、ジャイアンツ同点のチャンスを。ジャイアンツリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で岸田、初球を打ちました、掴んでこれで3アウトになります。4回の表が終わって2対1、ジャイアンツ1点リードに変わっています。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で伊藤、インロー、空振り三振。左バッターボックスは7番柴、第1球ストライク、初球ストライクから決まった、ストライク、これで追い込みました。投げました、148キロ直球、空振り三振。櫻井見事なピッチングです。櫻井ナイスピッチング。4回までが終了しまして2対1、ジャイアンツ1点。ジャイアンツここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で筒香、打ちました、ファールボール。1球目ファールから第2球、2球目空振り、少し迷ったか。第3球はボール、アウトコース低め、投げました、打ちました、田中ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。5回までが終了しまして4対2、ベイスターズこの回1点を返しました。ジャイアンツリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で岸田、初球打ち、引っ張った、ダイレクトフェンスに当たった、ボールはセカンドへ、タッチアウト、ツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で岸田、完全に外れた、ボール、投げた、スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、流し打ち、ファーストの横、ロペス自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。2塁ランナーゲレーロ残塁に終わりました。8回の表が終わって5対2、ジャイアンツスコアボード。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で梶谷、今日はここまで4打数1安打2三振、投げた、危ない球。第3球、3球目ストライク、さあ次の1球が最後となるか。さあ5球目、打った、ファール。投球はこれから6球目、インコース低め、空振り三振、バットが空を切りました。ジャイアンツ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローはゲレーロ、本当に今日は大活躍でした。